皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりました、ゲームの大冒険だ。いやー、もう多分風邪は治った。うん、多分風邪は治った。あ、どうも。そしてマットさん、どうも。昨日のデートはありがとう、楽しかったよ。うん。パンチロー、え、際どい格好。お前太ったな、お前太ったな、随分。大丈夫か、お前この頃。大丈夫か。おうおうおう。あ、スカートだったらそれたまんないんだけどな。あーあー、いい、みんないいな。今回も服装みんないいな、個性があっていいな、お前ら。お前ら個性がある。うん。で、なんとね、今日入って食っていけたいと。うん。ちょっと待とう。はい。3219。はい。ですね、今日入ってくれた、今日のそこのみんな。そう。君たちはラッキーだ。なんでかというと、なんと、ゴッドイーターのね、新作がなんと、発表されてしまった。そう。それはいつなのか。そう。それは10月29日。そう。めっちゃ近いじゃねえか。めちゃくちゃ近いじゃねえか。お前、全部クリアするとか、そんなもう、言ってる場合じゃねえじゃねえか。お前もう、さっさと99やるぞということでね。今回から、ね。難易度4までの99はぶっちゃけ雑魚。で、5から行こうかなと思います。全部行きます。全部行きます。これから99全部。行っても間に合うか間に合わないか。もうね、みんなの PS がこっから試されるから。本当に。もうパパッと行かないと、新作に間に合わない。本当に。やばい。うん。おっと。今回はあれだね、ゆきさんのオープニングテーマ。オープニングテーマ。はい。始まりました。ちょっと怖い。ちょっと怖い。オープニングっていうか、キャラソング怖え。さつきちゃんで行こう。はい。まあとりあえずそういうことで、今回から99となります。多分ね、この頃出ていない上位ランクのね、シュウさんもそのうち出る。なんでボスみたいな音楽なんだ。ユキちゃん、お前ボスだった、お前。まさか。お前まボスだったの。倒すべき相手は身近にいたわ。しかもなんか SM っぽい服だな、お前。カード交換しよう。あ、押してるからできるんだ。ごめんめんごめんごめんごめんよ。ごめん。その服装かわいい、邪菌。その服装、うん。いいよ。うなずいた。多分今 SM の S なんだろうね。邪菌ってか、お前太りすぎなんで、お腹どうしたそれ。お腹どうしたもん。三段腹どころの騒ぎじゃねえ。お前地形な邪菌。お前やたら近いその服装なんか似合ってるな、お前。おう、すると思ったら、おう、するんか。すると思ったらするんか。お前突っ込みどころ満載だな、まったく。最初から飛ばしてくれるぞ、こいつBGM は急に。ボス戦になるしな。うん、誰かさんはメタボってるし。お辞儀すると見せかけてやっぱりお辞儀するし。やっぱね、僕の実況のね、このクオリティは皆様のね、おかげで、面白くなっていると思います。本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。はい、あれだよ。今回から、今日からあれだよ。もうランキング決めが始まるよ。99だから。99やってしまったから、もうランキング決めが始まる。そう。言えば、もう、シュウさんも、何も、銀さんも、もう、アレスさんとかも、みんな、くよくよしてらんないよ。見せるところ見せないと。ねえ、新メンバーだってどんどん脱がされちゃうからね。俺は、ちゃんと決めるから。うん。こっちは、あ、なるほど、こっちか。でけえのもいんな。でけえの、ちっちゃいのいんな。よいしょ。行くぜ。久々の99。え、俺99にしたよね。99にしたよね。してないっけ、したよね。どこで見えるのミッション。あ、99にしてた。よしよし、よかったよかった。これ癖にしないのね。お、食った食った。おぎり食った。うん、今度は99だよ。99。おー、怖い。あ、怖い怖い。マジで怖い。怖い、マジで怖い。おー、後ろかよ、後ろかよ。あ、でもここの99もそんな強くはないんだな。よしよし。よし、いけないこともない。いけない。ちょっとね、あいつにはね、ちょっとね、俺がやろう。こいつは俺がやろう。こいつは俺がやる。そっちのデカブツを頼んだ。おー、ビール食べるね。美味しかった。あーっと。え、お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 っぱい。お、あれだね。あ、変なところにバックトゥー。はい。あ、そうだ、これあれ、あれだ、あれだ。99年ずっと俺焦るからだ。うん。そろそろ武器も、ああ、武器も揃えないとな。武器も揃えないとな。ガシガシやる。無理だ。ああ、怖え、怖えなぁ。ジャムトリ99楽しいなぁ。このスリルよ、これよ、これ。俺が待っていたのこれよ。そう、これよ。あとシールドと銃と、あ、武器も武器だな。うん、だからそのうち多分ツイッターでプライベートでやるとき言うから、
あれよ、ちゃんとみんな来たね。99やるよみたいな。その言うから。今日の何時からやる言うから。多分9時から。多分9時らへんからやるから。仕事終わりに。お前踏んでんじゃねえ。ありがとう関口。倒れそうだ。バレたね。ふいふい貴様、ずーたいでかいでかい。あれだね、あの、誰が、あれだ、マトさんと、ホモがいるってことは、向こうはユキちゃんが一人でタイマー張ってくれてる。さすがさすが、もうね、そういうね、ちょっとしたところを、しかも倒してる。もうね、こういう場所からね、あれよ、順位の点数が結構上がってくから、ね、こういう場所から。ちゃんと見逃しませんからね、俺はちゃんと地図を見てね。あと回復を渡すタイミングとかね、俺が飲む前に撃ったら、それでちゃんと仲間をね、見ながら敵と戦っているということで、それもランクアップのコツですね。順位アップが、ランクじゃなくて順位か。送ります。帰り討ちにしてやる。帰り討ちにしてやる。お、みんな早い、みんな早い。バジラか、バジラか。お、ユキさんなんかなかなかすごい、ね。おい、よく見るとね。おい、おい、おい、もうこっからだよ、こっからだよみんな。こっからだよみんな。カードで、カードでカード、カード思い出すみんな。カードだよ、カードだよ。レアカードになるのは誰か、そう決まるかもしれない。ただね、あの登録人数が1000人いったらだから、もしかしたら新作の方の順位で決まるかもしれないね、多分ね。よいしょー、どこ行った。ほい、オッケーオッケー。はいはい、後ろ足が気持ちいいんだろ、後ろ足が気持ちいいんだろ、お前足が気持ちいいんだろ、ここがいいんだろ、ここだろ。気持ちいいか、そうか、気持ちいいか、そうか、ここがいいよな。そのうち焦げんじゃないか、そろそろ焦げてもいいんじゃない、そろそろ焦げてもいいんじゃない、そろそろ焦げてくれないと僕困るんだけどな。君のセクシーポーズは僕はそろそろ見たいんだけどな。見せてくれない、見せてくれない。おい、これは、まあ、いや、ジャスカーとかめんどくさいな。うん、せいせいせい、あああああ、気持ちいいか、気持ちいいか、そうか、うん、知ってる、うん。お前ら荒ぶりすぎてもうそこ気づかれてんじゃねえか。まあまあまあいいけどさ、まあ全然いいけどさ、うん、おお。やっぱ難易度の5の99だとってもね。え、ありがとう、誇らしいです。それでは皆さん、みんな一緒に意外あんまりいただきます。ゆきさん、エヴァリー、エヴァリーってなんだよ、エヴァリー。あ、動いたらダメ、動いたら大丈夫だね、大丈夫だね。もう終わってるもんね、もうあの頃は終わってるよね。あの対人戦とかいう変な、終わってないの、なんで貫通。しかも変な場所から、あ、ちょ見せて、ちょっと見せて、ちょっとやってくれ、いいじゃん。じゃあ、またさんもね、あの前回見れなかったからね、ね、いった、本物助けて、そのでかい図体で俺守ってて、お前もじゃ引け、まだ続くのこの状況ね。ちょっと待とうか。え、あれ、これってさ、ちょっといいかな、いただけませんね、ちょっといいかな、ちょっとみんないいかな、ちょっと聞いてくれるかな。ちょっといいかな、これってさ、あれだよね、あの99やる前のあれだよね、あの暇だからってやつだよね。その時代もう終わったんじゃないんですかね。これって まさか続くんですか。続くんですか。マジですか。そうか。そうか。私は悲しい。そうか。タマムレムの時間はなくなったのか。そうか。99が始まったにもかかわらず。くそー。で、相変わらずのこの音楽。ここやったので次ここ。こうやってね、ちまちまやっていくよ。全部99でね。もちろん99。こっからだよみんな。楽しくなっていくのは、俺の実況が楽しくなっていくのは、心からだらだらだら。ごめん、噛んだ。うん。もうほぼその体型でいくの。その体型でいくの。その体型でいったら、あれでカードの時デブっちゃうよ。いいの。いいの。顔だけ、美化はしとくよ。うん。ただ体は美化しないよ、それ。美化するの難しいよ。ん？変わっちゃったよ。それ、マトさんのテーマじゃない？どうしたの？今回全員のテーマ流すの？いや、まあ、そこはリスナーさんに任せるよ。どっかで打ち合わせしてくれよ。お待たせしました。いえいえ、そんなことはありません。いや、今来たところ。うん。僕今来たところ。うん。よくあるよね。うん。よくある。よくある。よくあるよね、こういうこと。うん。よく彼女がね。ごめん、待って。うん、全然待ってない。待ったとしても、うん。3時間くらいかな。いや、それ待ってるじゃんみたいな。うん。まあ僕にとってはこの3時間は、うん。3秒だ。てば、かっこわくよもねえな、これな。うん。いや、普通に申し訳なくなるな。
うん。3分って言っときゃいいんだね。普通に。うん。まあ3分が、うん。まあ5、6分じゃねつって。うん。まあちょうど1分くらいのタイム。うん。はい。まあ普通に1分すんだったら10分くらい欲しい。うん。味わいたいよね。ロングとかだったらね、もう。あ、ここなんかやった覚えある。やった覚えあるよ、これ。あれじゃ、あれでしょ、次黄色とかでしょ、違うの、だってそうだよ、ね、おおあー間に合わなかった、あ、そうだ、あ、やったよ、ジャパン、楽しくない、全然楽しくない、あ、母ちゃん、サソリを切れた、やっぱりサソリは無理だ、あ、俺ではサソリは無理だ、回る、おお、待てよ、お前2連続で回るよ、お前ちょっとそれは反則じゃないですか、ありがとう、ありがとう、もっと声かけて、ありがとう、ちょっとこれからちょっと仲間を信じようかね、ホモが危ない、ファンネル2つつけてる場合じゃねえよ、俺、ドゥルルドゥドゥドゥ、よし、OK、咳してる場合じゃない、いや、仲間を信じよう。やっぱり撃ってくれた、ありがとう、今撃ってくれたのはゆきちゃん、やるじゃないか、ゆきちゃん、やるな、意外とやるな、今回結構点数いいよ、今回結構点数いいよ、マジ、あ、ハマー危ねえ、ちっせえ、この状況でもちゃんとソソリの動きを見たよ、頑張ったよ、俺頑張ったよ、みんな褒めて、もっとほ、いや、ほぼじゃねえ、回んのか、よし、あ、マジで、ごめん、これは私のミス、うまあさ、簡単にクリアしてもさ、つまらないじゃん、これでさ、ちょっと楽しもうぜ、ちょっと楽しもう、ああ、ごめんなさい、それはちょっと無理、いや、回れよ、回れってな、な、ゆっくり回ってくれ、ゆっくり、突進かい、そこ誰もいねえ、壁だよ、壁、お前、壁ドンか、新しいな、お前、全身全霊を持って壁ドンって、お前、どういうことしちゃうの、お前、そんな風に壁ドンされたら人間ぺちゃんこだわ、ボケ、照れる前に死ぬわ、うん、照れ死ぬわ、あ、それなんか、なんとなくね、危ねえな、お前、おお、当たったし、お前、銃にしたときにぐるぐる回ってんじゃねえ、おお、危ない、いや、大丈夫、俺はみんなを信じる、うん、うん、当たったね、うん、当たった、ありがとう、うん、50パーいったね、これで50パーいった、うん、ごめん、一瞬で無難にしたわ、うん。ありがとう、いいね、これよ、待ってたのはこれよ、この楽しさよ、これ、うん、仲間を信じてね、そこら辺からピュー飛んでくれ、あ、やっと、あ、もうサソリは無理なんだ、サソリは俺無理なんだってみんな知ってるだろ、俺がサソリが無理なことを、怖いよ、まだ声張ると咳が出るな、風は治ったんだけど喉やられたパターンだなこれな、行く、もうちょい相手の動きを見て距離を取ってちゃんと攻撃するのが大事だね、ほっよいしょ、いや、ゆきさんすげえなお前ほんと今回点数高いよ、ホモか、今のホモか、やるな、よいしょよいしょよいしょよっしゃよっしゃ、いいね飛び交うゆきさん、せいせいせい、ゆうちゃんフライ、ほい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 、あぶなし、もうすごい、ちゃんと仲間に当てないようにして、素晴らしい、あぶな、頼むな、ちょうだい、ありがとう、ほんとありがとう、おう、バスもくれたよ、お前ら、ほんとにやるな、ほいしょ、あ、あれ、今いい姿撮れたよ、うん、イヤホーって言ってるのは違う人だと、多分ホモだよ、うん、カメラに映ってないところでイヤホーお前かわいいな、お前この体でかわいいな、お前、うん、ダウンって言ったけど、うわあ、あ、ゆきちゃん、あと下間、お前もだ、いや、よし、OK、任せろ、
いやめんごめんごこれさ、回復弾さ、ちょっと今思ったんだけどさ、いちいち仲間の方を向くのめんどくさいじゃん。今ちょっと考えたんだけどさ、真上に弾を打ってさ、その弾をさ、下向く弾にするじゃん。真下を向く弾にするじゃん。そしたらさ、だいたいさ、あれってさ、90度くらいはさ、全然曲がってくれんじゃん。曲がって発射するじゃん、だいたいさ。じゃあ真上に打って真下向く弾にして、でそこから回復弾ポンポン上から飛ばせば、別に仲間を狙わなくても行くんじゃないかちょっと今思ったんだけど、まあちょっと、あ、それいいアイディアだなって思ったから、ちょっと今作ってみてくれたらいいんじゃないかな。うん、ちょっと俺もちょっと改造していこうかな今後。まあできればそんな感じでやれば、いちいち仲間の方向かなくても99って大変じゃん。だからその中でもさ、ただ真上に打つだけで仲間に届くんだったらいい感じになるんじゃね。それかちょっと OP 考えずにやるんだったら、上からメデューサ打つとかね、真上からよくない。あー、ごめん、今のはわざとなんだ。いや、わざとじゃねえ。そろそろ死んでもらおうか、よし、いいとこで倒れた。ほら、はい、痛かった。でもこれ全部青じゃん。おお、あ、いい感じにダメージ入ってたね。うん、よかったわー、よきかなー。ケツ食うか。みんな、いただき。それじゃ皆さん、ご一緒にジーにお茶の用意を頼まなければね。いただきます。はい、おいしいです。ジーで最高です。なんで構えてるのかな。え、もう、うん、大丈夫、もう大丈夫だよね。お、助かりますわ。待って、ちょっとキャンサー撃てねえ。メデューサもちろん撃てねえ。回復ペールだ。マジか。当たれない。いけないんだあれか、和田さん、あの中立したいだもんな。え、今のユキさんがどっちだ。了解です。よけるよ。はい、いや、99だね。楽しくなってきたね。うん、これからだよ、僕の実況は。うん、多分ね、トップガンのね、あれよ、変わってるよ。多分あれ変わってるよ。うん。あ、程よいじゃん、40話から。ね、キリがいいじゃん。確か40話だよね、これね。うん、いい感じじゃね。あ、そう、前言い忘れてたけど、そう、言い忘れたんだよ前。うん、お肌の話をしたじゃん、お顔の。うん、ダメージを受けたらさ、油が出るよと。うん、で洗顔を使うともっと油出るよと。うん、油を消すがためにやってる洗顔なのに油が出ると。うん、みんなね、あれだよ、油すっきりとかそういう系のやつをやってるでしょ。すっきり爽快メンソール的な、毛穴をごっそりとかやってるでしょ。そこじゃねえんだよ、やるところは。そこをやっても油は出る。肌を、なんつうんだろう。例えば、なんか、これ、なんつうんだ、ちょっと待ってね。あるんだよ、俺んちに。そう、ヒアルロン酸とビタミン C とコラーゲン。この三つが必要なの、肌には。なのに、それをお掃除しちゃってどうすんのって話じゃん。ね、肌にはさ、超薄い膜があんだよ。膜が。で、それをみんなは洗顔でゴリゴリ落っことしちゃってんのね。潤いを閉じ込めるための膜。まあ言えば AT フィールド。うん。みんな AT フィールドロンギネスのやりでガッサンガッサンやってんだよ。うん。だから、それはダメだ。うん。ちゃんと肌にいいやつ。まあ男性でだとさ、ちょっと買うのがあれだけど、女性の方に売ってるやつを買いな。ちゃんと肌にいい、ちょっと金かかるやつ。じゃないと、油を出る。今、宣伝でやってるさ、なんか、夏だ、スッキリだ、サマーナチュラーみたいな、なんか、そんな感じのやつあるじゃん。ね、ちょっと名前出しちゃっていいかな。名前出しちゃっても大丈夫かな、俺。こんな小物が名前出しちゃってもいいか分かんないけどさ、ヒカキンさんがやってんじゃん。やったじゃん、洗顔のやつ。あれダメよ。あれはダメ。おすすめしないよ。うん。俺は、俺の顔見て分かるでしょ。ツルツルでしょ、俺。ね。何、自画撮り乗っけてるでしょ、俺。ツイッターで。ね。うん。肌になるときゃ、うん、みんな俺が言ったことを守れば、あんな風になる。うん。まあ、太陽さんの光をね、お借りして持ってますけれども、多少盛りました。
だってね、肌の色は僕元から茶色ですから、こんがり肉ですから僕、生まれた直後にね、あこんがり焼けたいいバカ野郎が生まれましたねと、元気なバカが生まれましたねと、言われましたくらいですからね、まあそんなことさておき、あれだ、ちゃんと洗顔するのであれば、まあ確かに肌のね、肌のなんだ、まくっていうか、まあ肌の外にくっついた汚れは落とさなきゃいかん、確かにね、確かにその通りだ。うん、だが強すぎるやつを何ごっそりとかさ、超しっきりとかメンソールとかやっても落としすぎちゃうんだよな。まあやるのは構わないんだわ。うん、ただやった時ちょっと痛いとかさあるじゃん。でもちょっと慣れてきたから大丈夫、慣れちゃいけない。それ慣れちゃったらもうそこに細胞がねえんだよ、慣れちゃったってことは。だから痛いも何でもねえんだよ。そうだからみんなは肌をきれいにしようとしてるが、逆に傷をつけてしかも油を出している自分で、逆に恥ずかしい肌になってる。うん、まああとあれだね、まあ、洗顔するのであれば何なんだっけ、俺使ってんだけど、なんだっけ、化粧水、化粧水使いな。いや恥ずかしいことじゃないよ、男だからっつって恥ずかしいことじゃない。だって肌さバンバン荒れてさ、ニキビだらけのブツブツのさ、ガッサガサのやつよりもさ、ちゃんと女のもの買ってもいいからさ、肌がツルツルでキュッてなってさ、綺麗な男の方がかっけえだろ、どう考えてもガサガサよりさ。いやもうね、男は格好つけてる場合じゃねえ。うん、ちゃんとそういう女性向けのもんでもいいから買って自分を綺麗にして美男子になりましょう。美男子になろう。うん、俺も美男子を狙ってるじゃなくて目指してる。うん、ハイドとかかっこいいよね。はい、ガクトもいいよね。 VK ってみんな素晴らしいよね。ただね、VK の人ってね、メイク外したら多分目玉ね、ただの点だからね。うん、俺ノーメイクであれだからよろしく。うん、まあまあまあ鼻以外はいいと思う。うん、鼻整形したいんだ。ただね、調べたら25万円かかるんだわな。うん、よいしょ。まあ別に何液体とか入れるわけじゃない。俺がやりたいのはカットしてただ縫うだけなんだから、別に年を取っても崩れることはないんですね。だから一生に1回25万払えば、そしたら鼻がねいい感じになるんだよ。うん、高く高く高く、この手を伸ばしたキスキスブス、ねえもう一度願うか。それでは皆さん、みんな一緒に、お疲れさん、いただきます。もう一度仕事行けちゃうね。今回は見せろ、今回は見せろや。今回はちょっと見せてくれたっていいんじゃない？ね、一回くらいいいんじゃない？一回くらい見せてくれたっていいんじゃないかな？ね、一回くらいさ、見せに、ファンサービスという感じでいいんじゃない？ね、K の大冒険ファンサービスいいんじゃない？ね、いいんじゃない？そういうくらいさ、そのさ、チラ見せ、一回くらいいいんじゃない？いってぇな。お前、ほぼもお前敵か？お前、ちょっと待って、3対1は表現なんじゃない？お前、穴紙バレット撃ってんじゃない？お前、容赦ねえな。お前、仲間割りか？お前、どうなってんだこれ、おい。で、いつまで続くんだいこれ。この戦争はいつまで続くんだいねえ、了解です。うん、君の意味がわからない。うん、いやーねえ、いつまでこの戦争は続くんだい。荒神と戦争し終わって、なんでねえ、また戦争勃発すんだい。ねえ。いやー、ダメだ、喉痛いわ。うん、いや一応薬は飲んでる。なんだっけ、何飲んでんだっけ、持ってこようか。瓶に入ってるやつ、瓶つうか超ちっちゃい瓶みたいな。うん、でも見せかけて、なるほどね、なるほど、確かに俺のことは打っていなかった。うん、打ったとしても回復だった。ほう、さすが中立したい。うん、読みづらい。読みづらい。うん、しかもちゃんとほぼに当てたからね。なぬ。まだ続くんだね。あ、これまだ続くんだ。あ、了解。そろそろさ、あれだね、難易度12くらいかな、くらいの99やった後のみんなは多分ヘトヘトだろうから、これはないと思ってたんだけどね。まだ難易度5だからね、みんな元気だよね、ビンビンだよね、そらそうだよね。うん、トゥル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 、あと1回やって終わりしまいかな。今日で4つクリア、いいね。あ、待った、これ 99? 待ってね、みんな待ってね、99人だけね。はい、ほい、んどっこいしょ、オッケー。
彼に夢中になっていると待っている間ほど、おお、てかユキさんすごいかっこいいなったね。なんかもうジャンル変わったね。お前ら敵味方わかんねえわ。戦いの最中クワガタ撃たれてたらどうしよう。99だぞ。え、いや待て、言わなきゃよかったんじゃないか。待てよ待てよ、今絶対リスナーさんちょっと今ちょっとお前らにやげたろ。あ、その手があったかっていう風にちょっとにやげたろお前ら。おい今ちょっとにやげたろお前。お前ちょっとにやげたろ。おい、戦いの最中クワガタ撃ったのかって今思ったろ。やめろよ、フリじゃねえかんな、ほんとに。99だからな。やめろよ、ほんとにやめろよ、死ぬからな。今回、生き返る回数あるんだからな。わかったな、ほんとにフリじゃないからな。絶対だ、ダメだよ、まだな。俺がダメって言ったらダメなんだからな。うん、誰かあれ、お掃除して。あ、松さん、ありがとう。さすが。お、ゆきさんも。あ、ステルスかい、お前、ずるいな、お前。ずるいよ、あの方ずるいよ。あのまま追加するよ、あのまま。ほら追加しちゃったよ。近道しやがって、しかもワニかよ。クオリティ下がったな、お前。でも多分あれだね、あいつやりましたって。え、何、あ、鉄砲回想しちゃったの。もう早くない、早くない。いやもうね、後藤板さん仕事が早い。おお前落ちてんじゃねえ。俺も落ちたわ。なんだそれは。あ、それかベース。お、ここにいたら当たんないのかな。当たるわ。はい、あ、どんどん来るね。危ない。はい、さ、はい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 、ほっ、よいしょい、はいはいはい、んーどっこいしょ。あ、そろそろ食べないね、食べない。あー、おー、びっくりするな、びっくりするな。そういうエモーションやめて、エモーション。おっ、よいしょい、よいしょ。あとそのうち暇があったら俺のスタンプ作るわ、 LINE の。うん、あのフリーの人が作れるやつ、あれで出そうかなと思ってます。うん、ちょっとイラスト得意だからね、出そうかなと思ってます。いかがでしょうかね、いいんじゃないでしょうか、ね、結構名言あるんでね。フリじゃないからなとかいう、あのスタンプもなかなかいいんじゃない。絶対フリじゃないからなってもう一個作ってて、フリじゃないからなっていうのを一個作ってて、絶対フリじゃないからなってもう一個作ってて。ね、2連続で使えるスタンプね、うん、スタンプ作ろう、うん、そのうち作るわ。まあ作ったらツイッターで言うわ。気楽だろ俺。おいしょ、おいしょ、よいしょっと、おー、どっこいしょっと、はい、よー、回るんじゃないかと思った。びっくりしたわ、びっくりさせんなよ。なんだこれ、回るんかい、回るんかい、はい、うりました、ふい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 、逃がすか、逃がしたわ。うん、どうする、食べる、どうする、食べる、いきまーす。スタートぞ、ファイヤー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 。おら、カーネル痛いだろ、カーネル痛いだろ、痛いよな、それは痛いよな。結構傑作ですからね、ファーネルというのはね。まあ初心者でも使いこなせるこのバレット、うん、なかなかいいコースだろ。うん、ぴゃーんぴゃーん、お前マトさん近いな、お前。いくよ、それでは皆さん、うん、あ、一緒に帰ろ帰ろ。さあ次はどんなミッションに行こうかな。ジーにお茶の用意を頼まなければね。100点かな。いただきます。さあ逃げよう、さあ逃げよう。和田さんがいつ敵になるかもわからん。うん、ね、ちょっと待って、緑色の人早い、ちょっと待って、ほぼ早い。どうなってんの、どうなってんの。お前早いな。おぶれ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 。あの作戦を使ってもこいつぴったり真後ろについてきやがって。ほぼ怖え、あいつ怖え。オリジナルの方、オリジナルカードの方はね、
じゃあ殺人鬼っぽく書いときましょうか。かっこよくね、いいんじゃない、なんかいいんじゃない、そういうなんかねキャラが決まってきたの。うん、俺的には嬉しくないけれども、うん、いいんじゃないでしょうか。いやー、まあね、いい動画になっちゃうんじゃない。うん、あの肌のこともちゃんと伝えたし、うん、肌に必要なのはビタミン C、 ヒアルロン酸、そしてコラーゲン、この3つね。うん、あのシミとかを防ぐし、あの美肌になる、あのツヤになるしね。うん、化粧水で多分なんかいいのあると思うからみんな買っとき。うん、あと洗顔もね、みんな考えときな。あの男用のさ、あのガッツリ落とすってやつは肌をただ傷つけてるだけ。あの最初はすっきりして気持ちいいけど、メンソールでね、時間が経つとブワーって出るでしょ。うん、これがそれよ。うん、お前でけんだよ、お前ほぼでけんだよ、お前ほぼでけんだよ、お前、お前それ足、お前それ足。なんかみんな何をしようとして、お辞儀してんじゃねえ、まだ終わんねえよ。もうちょい、あ、喜んでる場合ちゃうよ。おう、突っ込めてこ、ま、おう、お前、おう、おう、あ、探してんの、あ、探してんの、あ、うん、探してんだね、うん、うん、見つけた、うん、あ、見つかったのね、よかったね、やっと俺の経済路やってくれる方がいた、よかったー、ケイトレイン、チューチュートレイン、いや、うん、この頃みんな反抗期だから、そこの二人反抗期だから、マトさん今回味方だった、ユキさんを狙ってくれた、だからホモしか来なかった。いや、一番止めてほしいの、ほ、いや、ユキさんも回り込みがあるからな、うーん。怖え。はい、よし、今回いい感じでしょ。うん、ちょっと風邪気味。風邪、まあ治ったけど、ちょっと喉があのダメージ受けてる感じ。うん、よし、行きましょう。はい、ポーション代わりにコーラ飲んでるから大丈夫。うん、よいしょ。さあ、誰が真ん中に来る。お前暑苦しいんだよ、お前夏の時にデブリやがって、お前。電車にいたら超困るやつじゃないか。いくよ、この実況はケイとホモとユキさんとマトさんの実況で、マト、はい、マトさんの実況でお送りいたしました。お前元気いいな。それでは次回もいただきます。